でテーマ音楽が変わりました。これから青コーナーの登場であります。ハワイからやってまいりましたレイラ2回、そして日本に初めてやってまいりましたベルベットマッキンタイヤ、そしてブラック軍団大将のデビル正美選手が登場いたします。まず先頭を切りましてブラック軍団のドン・デビル正美であります。今日はまた絢爛豪華であります。いやーまた例によりまして木刀を持ってますね。そしてレイラ2回ベルベットマッキンタイヤーであります。まず赤コーナーから選手が紹介されております。大森ゆかり選手に続きまして歌にレスリングに今最高の人気者ミミ萩原選手であります。体は小さいんですけども、そのスピード、テクニック、世界一であります。ジャガー、横田。そして、デビル正美選手であります。今ちょっと心配だったのはデビル正美選手がブラック軍団副大将のですねワイルドカツキ選手と何か耳打ちしてましたよね。あ、そうですか。連携作戦があるのかも分かりません。そして日本に初めてやってまいりましたベルベットマッキンタイヤ、そしてハワイの女王と言われておりますレイラ2回であります。レフリーがジミー加山、これから60分3本勝負であります。今日は全部ある選手はですね、新しいリングガンを着てきましたね、はい、本当ですね。実にあの試合開始前は綺麗でね、ファッショナブルで、私たちもあの綺麗だな、いやいかにも女子プロレスらしいなと思うんですけども、これ試合が始まりますとね、そんなことを言っちゃいられません。特にあの新井さん、今回は6人の選手ですから、本当に十分にね、リングだけじゃありません、場外乱闘もありそうですから、お気をつけください。逃げる用意しておきます、はい、さあ試合が始まります。手を出しましたが、もちろん青コーナーはこれを受けません。まず対戦いたしますのはミミ萩原選手とデビル正美選手であります。谷さんね、ミミ萩原選手あの左手ね手に包帯巻いてますけども、完全にまだ骨折してましてね、使えない状態なんです。今対戦しているデビル正美選手に木刀で折られちゃったんですよ、指を。あらあら、早くも状態になってまいりました。放送席にやってまいりました。いやーすごい試合だな。もう場外乱闘が始まりました。リングの上には6人の選手、誰もおりません。早くも場外戦であります。ご覧ください。いやーデビル正美選手も表情が変わってます。ミミ萩原を捕まえております。今ミミをリングの上に入れてます。大丈夫でしたか。はい、ミミとデビル正美選手の対戦だ。すごいクロスショップが入った。いやそれにしてもすごいでしょう。こっちが試合してるようなのね、油断できませんね。本当にプロレスの観戦、私たちも試合してるつもりでやらないと、ね、気合い負けしちゃダメですよ。気合いが来たらあの新井さんなんか一発やってくださいよ、ね、新井さんの根性だったら大丈夫、大丈夫、やってください。ようやく今選手がリングの上に戻ってくれました。とにかく気合が入っております。今日の60分3本勝負であります。今のリングの中に入っているベルベットマッキンタイヤーですか。ただあのレイラ2回と、ね、一緒にあのやってまいりましたけども、まだ20歳の若さなんですってね。これがレイラ2回が、まあ、今日どうリードしながらね、この60分3本勝負を戦うことであります。今入りますね、そのベルベットマッキンタイヤーが入ってまいりました。なかなか体はいいようですね、まあ、ちょっと細いですよね。あ、なるほど、レスラーとしての筋肉がもう一ついけない感じですか。しかし何かあの出身はアイルランドですね。そう、ね、長い髪を振り乱すようにいたしまして、今ミミと対戦しております。なかなかの美人レスラーであります。
谷さんは萩原選手 の、 あのタレント時代というんですが、歌手時代はよくご存知なんですか？いや、僕は あんまり一緒にお仕事したことはありませんでしたけども。あ、そうですか、はい、最近の評判はよく聞いてます。あ、なるほどね、はい、もうとにかく最初は出ると負け出ると負けでね、とにかく確か連敗も100連敗とか、ね、新記録新記録としてましたね。自分でもよく知らないぐらい勝たなかったんですよ。デビューして何年間かは一勝もできなかったんですね、はい、ところが途中からですね、体ができてきましてね、とにかく見違えるような立派な体になりましたですよ、はい、いやしかし三木萩原選手悲鳴を上げてますが、今どうしたんですか？骨折した、骨折した手を責められたんですか？手をかじられたんですよね。ひどいことをしますね。いやこれはたまりません。今日は三木萩原選手にちょっと聞いてみたんですけども、まあ、リングの上に上がれば夢中になるんでね、つい使っちゃうんで、なかなか傷が治らないんですけど、そうなんですね、受け身の時にどうしても使っちゃうんですよね。手を使いますからね、使わないんですよね、はい、ですから相当前に骨折したんですけども、まだついてないようでありまして、依然として硬い板を入れてましてね、金で何かさささささ、それが試合終わり必ず曲がってるんですよ。ダメなんですね、ですからどうしようもありません。まあ、しかし骨折してこういった試合を毎日毎日繰り返すというんですから、大したもんであります。男性完全に顔負けであります。人気者になればなるほど、そうですね、この全日本女子プロレスってのは辛いですね、はい、まあ、本人もそのことは全然気にしてませんけどね、リング上がれば、またやってますよ。今日は徹底的にデビル雅美選手、ミミ萩原選手の骨折した、ね、手を攻めているようですね。今まではどちらかというと遠慮して攻めなかったんですけどもね、やってますね、やってます、はい、まあ、いかにもデビル雅美らしいところであります。この試合は60分3本勝負であります。目まぐるしい動きで選手をご紹介する余裕もありません。いや本当に今日は最初からね、ミミ萩原選手の骨折した指を狙ってますから、これは驚きました。なかなかタッチも許してくれません。さあコーナーに持ってまいりました。また指を狙ってますよ。はあ、よくあんなことができるもんですね。今レーラニカイがね、いやレーラニカイじゃありませんか、マッキンタイヤ、マッキンタイヤが拍手を強制してますけども、もちろんお客様あまり答えておりません。冷やかし半分であります。さあそしてそのマッキンタイヤが、あ、また手を攻めてますね。ひどいことをするもんですね。あんなことをしなくたってね、十分にミミ萩原選手とね戦えるはずなんですけども、とにかく相手のウィークポイントを徹底的に攻めるのがプロレスであります。特に女子プロレスの場合はそういった傾向が激しいようであります。まあ、攻められてばかりいないで、なんとかこれタッチしてね、タッチ許さないんでしょうか、許してくれませんね、はい、とにかく耳のーー、ね、振り払わないとダメなんですね。あそこでは世界チャンピオンがいます。はい、タッチしました。さあジャガーが出てまいりました。ようやくジャガーが出てまいりました。ミミ萩原選手やっとね今交代することができました。しかしその世界チャンピオンのジャガー横田選手がまた捕まっております。レーラニカイであります。レーラニカイに捕まりました。レーラニカイ選手はもう何度も日本にやってまいりましてね、日本のファンにはおなじみなんですけども、また一段とたくましさを増したでしょうか。そうですね、ええ、体が大きくなってますね、はい、やーっとご覧ください。これはどうかっと、レーラニカイ選手が出てこなければ危なかった。レーラニカイであります。さあジャガー横田選手の真骨頂、この速い攻撃をご覧ください。さすが世界チャンピオンであります。さあ今度はマッキンタイヤを捕まえました。ジャガー横田すごい。そして大森、大森のタッチであります。今ジャガーの方はあれでしょう、マッキンタイヤを攻めるのが一番いいでしょうね。あそうですか、この3人の中ではやっぱり一番力が落ちるでしょう。しかしさすが世界チャンピオンジャガー横田選手が出てまいりますと、試合の流れが変わってきますね、素晴らしい攻めを見せております。ジャガー横田選手であります。今デビル雅美選手が出ました。お、耳が出たんですけども大丈夫でしょうか。大丈夫でしょう、今日の耳萩原はね、しかしちょっと手を狙われてますので油断はできません。
髪の毛を掴んで次々に攻撃を仕掛けます萩原選手であります。あそこでダメなんですよね。ああいう捕まりはどうしようもありませんね。あのレベルのうまいところなんですよね、はい、さあ抱え上げられました高々とこのまま落とすか。ああいう風に落ちるときに手を使えないんですよ ね。今なんかでも肘でねちょっと受け身を取ってますけども、これは耳にとっては苦しい。手を使ってますよね。どうしてもさあっと使ってますね、使ってるか痛いんですよ響いて、はい、とにかく骨折した左の手を使わなくては受け身は取れません。この件が耳萩原選手としてはレスリングをやる上に本当に苦しいところであります。リング上のみんな苦戦、もう本当に目まぐるしい試合が展開されております。マッキンタイヤーであります。日本に初めてやってまいりました。フラリーとして身長もありますね。なかなかに魅力のある選手でありますが、今一つちょっと細いという今上田さんの指摘がありました。さあ今度はもうその太さという点ではね、体力があるという点では十分であります。レイラニカイが登場いたしました。このレイラニカイという選手は反則攻撃なんかでもどうにいっております。うまいもんですね。とにかく目まぐるしく選手が入れ替わっております。大宮スケートセンター60分3本勝負。レイラニカイがいった。これは迫力十分だ。どうか一本を取られるか。カウント3であります。いやこれはすごかった。レイラニカイメガトン級の爆弾ですよね。メガトン級の爆弾が鮮やかに炸裂いたしました。まずレイラニカイであります。もう本当に素晴らしいですね。今のはジャンピングボディープレスが鮮やかに決まりました。飛行距離もありましたしね、はい、試合を起こしてさあ一本を取られました。ジャガー横田ミミハギャラそして大森ゆかりであります。果たしてどういった作戦で来るでしょうか。大森は相当ダメージ受けてますからね。今のはだって効きますよね。あれ普通だったらあの谷さん死んじゃいますよね。でかいのが落ち着きましたね。たまりませんよね。さあその大森とまたレイラニカイが対戦しております。レイラニカイはハワイの選手であります。日本に来るたびにはなんか腕を上げてくるんでしょうかね。しぶとさを増してまいりました、もう現在は完全にもう日本選手のことも知ってますしね。日本選手にとっては本当に怖い存在であります。体、ね、はい、の内容から全部知ってますからね。しかもこういった反則攻撃が実にうまいレイラニカイであります。さてミミが登場いたしました。ミミちゃんという声にですね、何かあの客席に歯を向き出しました。日本語も相当わかるようになりましたね。はい、この野郎ってな声出しますからね。あそうですか、はい、あっと後ろからマッキンタイヤーが髪の毛を掴んだ。そして痛い方の手を使ってどうするか。あっと逆襲であります。耳の逆襲だ。これは鮮やかでした。さあ耳の空中殺法が出ました。思い切って叩きつけております。そして抱え上げました。これは重いだろうか。よくあるね。後ろに落とします。さあカウント1でありますが、デビル雅美選手が出ました。また上手に、ちょっと心配なのはですね、ブラック軍団の方に打ってるんですよね。今渡しませんでしたか。渡しましたでしょう。渡してはない、はい、あまだ渡してないですね。しかも北斗を持ってましたからね。この辺が心配であります。さあ鉄柱攻撃に行った。鉄柱攻撃、耳鉄柱攻撃を受けました。何も木刀を使ったり鉄柱攻撃をしなくたってねいいと思うんですけども、徹底的に反則をやっております。今日のデビル雅美一本を取っております。青コーナー一本を取っております。いやジャガー横田ミミ萩原大森会としては苦しくなりました。なんとか1本を返して1本1本3本目に入りたいところであります。今度はジャガーよ。あっと、いやこれは驚きました。何かブレインバスターの体勢からねちょっとペイントでしたね。どうするか。お今度はあっと、しかし今のはあの効いてますよね。そう効いてますから、そんな立ち上がるんですけどね、はい、バックブリーカーの体勢でねお腹をねやってるわけですから、これはもう内臓に響きます。さあここは落とされました。内臓攻めであります。
令和2回小さなジャガー横田を高々と担ぎ上げております。今度は噛みつきました。噛みつきに行っております。そしてマッキンタイヤーが出るか、2人攻撃か。さあ2人攻撃かわせるか、うまくかわした。これはうまーっと打ち上げた。ジャガー横田鮮やかな反撃。さああーっとこれは2人攻撃であります。とにかくジャガーの空中殺法はね、胸がすきます。スッといたします。そして大森にタッチ。さあここは大森なんとか1本返したいところですね。あーっとジャガーがいった。ジャガーが待ってました。トップロープからの攻撃であります。ジャンピングキッカー。そしておっとこのままの体勢でどうか。これは鮮やか。いやー見事に決まりました。あの上田さん、危ない技と言われないわけでしょ。ジャガーしか使えないですよ。そうですか。軽いんですよね、はい、ジャガースペシャルと申し上げておきましょう。見事に一本を返しました。ジャガー横田の速攻であります。いやこれは鮮やか、鮮やかな速攻でした。それにしても新井さん、このジャガー横田選手は体は小さいんですけども素晴らしいでしょう、はい、そうですね、ね、動きが速いでしょう。あの本物をね、はい、体験したら小柄なんでびっくりしました。そうそうそう、ちょっとあの格闘技ができるような体じゃありませんよ ね、すごい迫力ですね、はい、あれがあの谷さん 3AA のシングルの世界チャンピオンですから。そうですか、はい、道理で大したもんでございます ね、いや首の骨が折れるかと思いました。もうね、谷さんは今日はもうびっくりという感じでね、口をあっという間にやります。今日はそういえばジャガー横田選手のお母さんも見えてましたね。そうですね、はい、横浜文化体育館で、観戦して久しぶりの大宮スケートセンターだとお母さんおっしゃってましたけどもね。今日は今のジャガー横田選手の技を見てスーッとしたでしょう。そう、あの喜んでるでしょう今日は、はい、さあこれから3本目になりました。何を揉めてるんですか。あのマッキンタイヤ出てこないからです。あ、なるほどね。ジャガーに決められたのはマッキンタイヤでしたか。あ、レイラニカイがなんとか助けようとしてるんですね。そうです、カバーしようとね。しかしこれはあの2本目が決着がついた段階の選手が出なくちゃいけないというね、ちゃんとルールがあります。したがってこのマッキンタイヤとジャガーで試合を3本目始めなくてはいけません。さあ3本目が始まりました。マッキンタイヤという選手は、まあ、あのタイプとしてはどういった選手なんでしょうね。僕もまだねあんまり見てないんですけども、はい、どっちかというとあのテクニシャンじゃないですね。ワイルドな方ですね。そうですね、うん、やはり反則とかそういったことを十分日本選手としては気をつけなくちゃいけませんね、はい、さあ今度はデビル雅美選手が荒れ狂っております。当然でしょう。何か最初1本を取った時は完全に今日はストレートという感じもありました。あっとこの辺はデビルさすがであります。うまくかわしました。よく見てました。さあ、あっと今度はジャガー横田見せ場を作りました。見せ場を作ったカウントはしか2であります。とにかく今日はこの6人タッグでありますけども、デビルも大変です。今度はミミが登場しております。ミミとデビル雅美選手の対戦であります。さあどうでしょうか。逆にやられたですね。あ、そうですね、またあのちょっとミミ萩原選手がやられているようです。壮絶な試合であります。壮絶な試合。いいタイミングタッチできますよ、あれで。はい、ああ、できましたね。まあ、放送席の後ろのお客様もね、耳が登場いたしますとかわいそうだと、ちょっとつらいだろうなとね、耳に対して悲痛な声援を送っております。さあ今その耳はコーナーでね、もう完全に参ってます。まあ、ね、耳を痛めてなければだいぶ違うんですけど ねやはり6人タッグ3人対3人なんですけども、赤コーナーとしては苦しくなりますよね。試合の流れをうまく作ることができません。まあ、試合の流れを作る責任者がこのジャガー横田選手なんですけども、レーラーに捕まってしまいました。2本目は鮮やかでした。しかし3本目は果たしてうまくいくかどうか。髪の毛を掴んでます。しかも手を押さえております。完全な反則攻撃であります。そしてパンチ。これではジャガー横田選手もたまりません。そしてコーナーに持ってまいりました。あー、すっ飛んでいきますもんね。体が軽いですからね。はい、
さあマッキンタイヤーと今度は大森ゆかり選手とやります。大森はまあマッキンタイヤーには体力では負けないでしょう。体力では負けないですね、はい、しかしそれではすぐ動きました。さあまたロープに振っている、なんとか反撃タイムが取って、あーと回転蹴りが止め、これはがっちり決まったかどうか。カウント2、花を押して逃れましたマッキンタイヤーであります。今度はレーラ2回後ろを取った、といった、これは効きました。自分でヒットドロップの感じになった。大森ゆかり選手が思いっきり叩きつけた、上から行く。カウントはどうか、足が伸びている、足がロープに伸びてました。これではカウントは取れません。赤コーナー世界チャンピオンのジャガー横田登場であります。相手はレーラ2回、あーっと万事にいった。いやーこれは軽いですからね、軽いですね。何かレーラ2回のあの動きを完全にジャガー横田選手は止めてますしね、やはり2倍3倍のスピードがあるでしょう。そして今度はデビル正美選手が出てまいりました。あ、この2人はいずれあのスリーダブルで4月10日にやるんですよね。対戦しなくちゃいけない相手でしょう、うん、ですからこれからジャガーとこのデビルの対戦はね、たとえこういったタッグマッチでも面白いですよね。鉄柱攻撃であります。ジャガーの対戦は徹底的に攻めるようであります。あっと気の強い耳が助けに行きましたけどもね、逆に捕まりました、うん、今あまり耳は出ない方がいいのかも分かりません。しかし耳は気が強い選手であります。自分がもう骨折してようが何だろうがね、とにかく出ていきますよね。はい、問題は木刀は出てないでしょうね。リングの上では今デビル正美選手であります。3本目であります。1本1本から決勝の3本目に入りました。今日の1本3本勝負。レーラ2回の攻撃をまともに受けてはたまりません。どうかわすか、うまいぞうまいぞ。マッキンタイヤーが場外に、そしてレーラ2回が捕まりました。この点はジャガーのうまいところであります。さあ耳が上がった、耳がトップロープ、そしてアンドリードロップ、やった。これは鮮やか、しかし耳が今どうしたんでしょうか。腕をやった、あ、いや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 、耳が手にやりましたね。痛めた痛手をやった。そしてとうとう木刀が入ってまいりました。いやコミッショナー木刀が入りましたよ。ちょっとね形勢振り飛びまして、さっと木刀を入れましたブラック軍団。あーっと乱闘乱闘大乱闘大乱闘、いやコミッショナーこれは大変ですね。ワイルドカズキ選手も続きであります。あーっと放送できました。金タイヤーが放送席の前でやってますね。いやーめちゃくちゃになりました、めちゃくちゃになりました。一本一本からめちゃくちゃ、ゴングを鳴らせという、ゴングを鳴らせというコミッショナーであります。ゴングを鳴らせというコミッショナーであります。今ゴングが鳴りました。いやー今のゴングは上田コミッショナー反則ですか。反則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 、ジャガーが怒るのは無理もありません。ジャガーが怒っている、放送的に怒っている、ね、はい完全に反則です。しかしジャガー反則取りましたよ、反則を取ったようですよ、ね、ジャガーが放送席で抗議しております。もう木刀を入れてはどうしようもありません。今上田コミッショナー出てまいりました。ジャガーが懸命に上田コミッショナーに抗議、今反則、反則を取りました、反則を取りました。さあ今度はデビル正美が怒る番であります。デビル正美怒った、木刀を持っていってます。反則、反則勝ち、反則を取られました。あーこれはね、いやーすごいですね。上田コミッショナーはね、とにかくね、はい法の番人ですから。手を出せません。したがってデビル正美選手に八つ当たりで、あまた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 、あっとあっとコミッショナーに手を出した。これはデビル正美選手、いやね下手をするとこれ選手生命に響きますよ。コミッショナーに手を出しましたね。大丈夫ですか、大変だ本当にね。
いやどうもどうもありがとうございました。結局どうもどうも申し訳ない。これをね持ってくるから大変なんですよね。コミッショナーはまた向こうに行ってますけども、はい、鮮やかに結局あの反則立ちではありますが、ジャガー横田選手、大森ゆかり選手、そしてミミ萩原選手が見事にブラック軍団のトリを破った一戦でございます。どうも谷木さん、はい、ありがとうございました。どうもどうも、ねえ、もう本当に何かあの放送席に何回も何回も選手が来まして、ね、新井さんも申し訳ございませんでした。藤谷の怪我の、はい、怪我もなく終わって、もしあの悔しいと思ったら密かにあの特訓を積んで、今度は一つこれを持ってボンとやってくださいよ。しかしありますね、はい、こういう雰囲気の時にこんなこと言っちゃなんですけども、はい、戦ってる女の人の顔っていいですね。みんな可愛いね、顔してるし、ね、なるほど、はい、これからもね、はい、谷さん一つ懲りずにちょいちょい一つ女子プロレスご覧になりに来てください、はい、お願いいたします、はいはい、上野コミッショナーどっか行っちゃったんですけども、この辺でいらっしゃいますけど、どうもありがとうございました。します、これが木刀でございましてね、私が預かっております。はい、それではこの辺でお別れいたします。ご敬意参ります。試合はオールパシフィック選手権60分一本勝負であります。まずチャンピオンの入場です。荒々しい入場ぶりをご覧ください。 NWA の切り札として日本にやってまいりましたジュディ・マーチンであります。現チャンピオン8代目、今ジュディ・マーチン放送席の前を通りました。何か言ってますけどもね、ウェンディ・リクターが放送席に対して何か言ってますけども、非常に怖いんですよ最近はね、はい、よく分かりませんけどもいろいろ文句を言いました。さてその間に今挑戦者ミミ萩原がリング上に上がってまいりました。これから、セミファイナルの、試合が始まりますけど、その、セミファイナルの試合の前に次のシリーズ、明日からなんですけど、次のシリーズ、日英チャンピオンシリーズ、今氏家リングアナウンサーからまた日本にやってまいりました一人の選手が紹介されようとしております。バスティー・キーガンでありまして、欧州から日本にやってまいりましたイギリスのチャンピオンでありますバスティー・キーガン。この選手は11月の8日新潟で初めて日本の選手と対戦することになっております。お目見えすることになっております。バスティー・キーガン選手であります、まあ、最近はこの日本のリングを狙いましてアメリカからそしてヨーロッパから次々に強豪選手がやってまいります。さてオールパシフィック選手権60分一本勝負、試合に際立ちまして富士テレビジョンさんより両選手並びレフリーに花束が贈られます。まず選手とレフリーに対しまして花束が贈られます。チャンピオンのジュディ・マーチンへ、そして挑戦者ミミ・萩原へ、審判部長の松永俊邦へ、それぞれ花束が贈られております。ミミ頑張れよ。最近あの松岡さんね、はい、どうもその情報によりますと、はい、ジュディ・マーチンとかあるいはあのウェンディ・リヒターとか今紹介されたバスティ・キーガンとか日本のそのファンとか放送はですね、外人選手に対してエコひいきをしてるんじゃないかと。あらら、エコひいきとか悪い方のね、ですからあの悪口を言いすぎるとそういった情報がですね、入ってるらしいんですよね。それで塩野さんのところに文句言いに来て、私もそうですしね、それからあのゲストの皆さんにもですね、全部ゲストは私たち外人の敵だと、こういうふうに思ってるらしいんです。困ったことですね、はい、塩野さん、まあ、英語でもって誤解だって言ってください。なんと言えばいいんでしょうか。だからあれですよ、にっこりもしないんですね、ここの前通っても。そうなんですよ、それでちょっとね、はい、私もあの嫌な感じがするんですけども、まあ、どちらにいたしましてもミミ萩原選手としても最近ちょっと無冠の時代が長く続いてますんで、ここはどうしてもオールパシフィック選手権取り戻したいところであります。なんかコミッショナーに文句言ってますよ。コミッショナーもね、まあ、あのいろいろ言われて大変ですけども、早めにあの放送席にね、降りてきてもらいたいもんですね、はい、今上田晋司コミッショナー放送席に座ってくださいました。これから選手の紹介であります。赤コーナーオールパシフィックチャンピオンに107パウンド、ジュディ・マーチン。青コーナー挑戦者全身タイムで正タイムチャンピオン230パウンド、ミミ・萩原。
代のオールパシフィック選手権チャンピオンベルトを持っておりましたミミ萩原選手であります。白いガウンで満員のお客様に挨拶、そしてレフリーが松永俊邦であります。まあ、今日はまた一段と大胆な水着でねファイティングスーツで登場いたしましたミミ萩原。松岡きっこさん、ああいったの水着というのはね、また私たちは楽しいんですけども、試合をやってて大丈夫でしょうかね。大丈夫なように見えない糸でこう一本通してみたいですけども、はい、腰はもういいんですか。まあ、あまり良くないらしいんです、本人に聞いてみましても、いつも、まあ、腰がね、まあ、この人はデビュー直後からもずっと持病になってますんでね、決していいとは思いませんが、しかし今日はどうでしょう。早くも先制攻撃を仕掛けました。さあまたロープに切りました。どうするか、ジャンピングニーパット、早くも大技が出ました。そして抱え上げて今叩き出ております。ミミ萩原であります。今日は何か最初から自分もね、燃やすような感じで言ってました。早くも場外に追っていきました。ああ、一つこの辺は気をつけてくださいよ。まだ向こう側でいいんですけども、ミミ萩原選手、まず先制攻撃、あれをやると、ね、バスティーキーガンが早くもやってまいりました。バスティーキーガンはまた日本でタイトルマッチをやるんですかね。やります。あ、そうですか、日本のタイトルは今日はあれですよね、外人が全部で4人ですからね、ミミはそのことを考えて試合をしないとね、変に場外突っ込むと逆になるんですよね。はい、この辺は十分気をつけなくちゃいけませんね。自分は場外引きずり込まれないようにしないといけないですね、うん、だから自分から攻めたらダメですね。しかも放送席の前にね、外人が4人いましてね、しかもブラック軍団がもううろうろしてますので、気が来てはありません。さあ今ビビンマーシンがね、あっという間場外に飛ばされてしまいました。直してこう耳がなんとなく強った感じで言ってるんでしょうね。今日はずっとこうタイトルマッチに負けてるわけですから、ね、はいはい、それに対するやっぱウッポンみたいなものもあるでしょうしね、あるのかも分かりませんですね。どうしても今日は勝ちたいと言ってますね、鈴木さん、はい、今日はちょっとね、はい、ミミ萩原選手がいつもの、まあ、感じよりも、相当にカッカしてるというふうに私たちは思うんですけどもね。やっぱり挑戦者と、そうかそうか、受けて立つのとね、もう違うのかも分かりませんですよね、はい。まあ、ミミ萩原選手はこの辺がね一つの特徴であります。自分でファイトを燃やしてね、それを表面に出して今まで苦しい試合のいくつかを勝ってまいりました。でも今日はあれですよ、相手はやっぱ大きいですからね、体力的に切り切らミミですけども、ね、今日こうしてディディマーティンと比べますと本当に半分ですもんね、さあお互いに足を飛ばしてますが、こういった力比べになりますとやはりミミね、ちょっと負けます。さあしかしただ足を取った、外人選手とやる場合の鉄則は足を攻める、まあ、これはもう本当に全部の選手が知ってるんですけども、なかなかそうはいきません。やっぱ大きいですからね、はい、攻めきれないんですよね。今のボストンクラブだってね、形はバッチリ決まったと思ったんですけども、すぐに跳ね返されてしまいました。ミミ萩原選手であります。まともに入ってますよね。ああいったパンチの一つ一つだったミミ萩原選手、遅いだけにね、答えますよね、だろうなって感じがしますよね、鈴木博道さんはこのデュディーマーチンという外人は初めてですか。はい、ああそうですか、なかなかなんかちょっと見た感じですね、はい、太ってんなと思いましたけど、このいやまだ27歳ですよ、27歳なんですよ、27歳、はい、あーといったキック攻撃、なんとか反撃の体勢を狙っているミミ萩原でありますが、なかなか思うようにはいきません。こういったグランド技になるとやはり上田さん、ちょっと体力が違いますので、ミミ不利ですね。不利です。今のところはもう全部ジュディ・マーチンのペースですよね、はい、試合は。しかも反則攻撃なんか楽々できますもんね、超攻撃超攻撃、まず一斉で今審判部長注意を与えますってますけども、ダメ、クリーンなファイトじゃないですからね、まともな試合ができてないですよね、今の点ですからスタンドでいかなくちゃしょうがないですね、またお腹にパンチ攻撃ねえ。まあ鈴木博道さんもね、はい、外国で、長い間ね映画なんかにも出演して、はい、外人選手とも、まあ、外国の人たちも相当お付き合いがあると思うんですけども、日本人に比べてですね、いざとなったらやはり強いというか思い切ったことができますね。本当ですね、なんかなんていうんですか、割り切り方が早いっていうんですかね。なるほど、外国の俳優さんなんかでもまた日本の俳優さんなんかとこの性格的にそういった点違いがありますか。なんか日本人の方がなかなか不況、はい、みたいなものが出ちゃうみたいな。なるほどね、はい、あーっと叩いてまいりました。やはり
基本的には日本人ってのはお人よしなんですかね。そうみたいですね。だあの別に外人でもね、はい、このまま入るじゃないですけど、完全に入りましたね。入った入った。さあこれは入ってますよ、こういった技にはちょっと外人弱いですからね。ギブアップ技には弱い外人選手であります。大げさに疑ってます。さあ耳萩原、これはがっちりと入りました。大きなチャンスを迎えました。果たして耳念願のチャンピオンベルト奪回なるかどうか。ここまではチャンスだな。こうして外人が入ってくるとどうしようもありません。またウェンディ・リキターが行きました。ウェンディ・リキターが行っていてキーガンが行きました。これじゃあ耳どうしようもありません。せっかくいい技でね、足4文字がっちり入ったと思ったんですけども、外人選手が入っていったんではどうしようもありません。今松永と一緒に状態に入ってきました。やっとこれを出しましたが、今度は他の選手が入ってまいりました。あの選手は誰なんですか。バスティ・キーガンの相棒ですかね。えまだあの私名前もよく知らないんですけども、今日初めてこの姫路厚生会館に来たと思ったらもうこれですからね、たまりませんですね。今塩野さん、はい、耳のね左手のところにですね、3番目に入ったね、外人がね、膝がもろにね手のひらに入りました。あららら、また耳あの手を押さえてるんですね。これは痛いですよ。いやー骨折してますもん ね、 あれあれ、これはあのちょっとね手を相当痛めたようですね。ラッキング隠してください。はいはい、大丈夫。あ、血が出てる。はい、耳ですか。あ、耳ちゃんの手から血が出てます。あ、やはり血が出てますか。そうしますと相当にこれね、テーピングしてますよ。あ、そうですか。今テーピングしましたか。はい、ということはどうでもしますか。あの試合を進められません。いけ、あるいは骨折しているのかも分かりませんね。はい、耳今テーピングしております。足4の字をかけたままテーピング、これは相当苦しそうです。まあしかし耳という選手は本当に根性が多くて、しかも怪我に強い選手ですね。あの根性だけで持ってるんですよ、はい、今の若い選手たちがですね、テープの用意をしてましてね、耳選手に渡しておりますが、その耳に合わせない。これはダメですよ。ここやったダメです。やはりました。後ろから行った。あっとも、あっとも、あっとも、暴れまくってました。どうしようもありません。さあ耳、あ、場外、場外でやられてます。手をね、あるいは骨折したかというような感じの耳、萩原選手でやりますが、今上がりました。今上がりました。お客さんがそばまで興奮してきてます。お客さん危ない。耳、これはたまりませんですね。なんということでしょうか。107キロのバスティ・キーガンが出ました。いやいや、これは相手が違う。どうしたどうした。本田選手とやってるはずじゃありません。めちゃくちゃですね。めちゃくちゃ外人組、めちゃくちゃうまく返しました。さあ耳うまく返しました。いや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 、もう場内まかり騒然であります。今日はね、ミニ萩原選手ようやく空中殺法出てまいりました。ネックブリーカードロップからバックを取った。あっと後ろに落としたバックドロップ。しかしこれはバックドロップがやっと今度はトップロープに上がる。そしてここから今空振りだ。ミニの空振りであります。ジュディ・マーチン必死に逃れました。あそこで決めてもらいたかったですね。はい、さあジュディ・マーティンに反撃のチャンスを与えてしまいました。耳くるくる回されております。さあ大きな投げであります。くるくる回されている。あー、これはちょっと苦しいですね。もう耳としては今で決めるつもりです。危ない危ない危ない。入った。耳固めはどうか。がっちり入った。怒っているディディ・マーティン、突然に合わさず耳やりました。絶体絶命のピンチをあっという間の逆転技。今のはいやーすごい。鈴木博道さん、すごかったですね。よく、はい、隙を狙ってやる気がね。もうあの四面楚歌という感じでしたからね。もう国軍奮闘、はい、よくやりました。試合が伸びたらもう完璧でしたね。そうです、そうです。危なかったですね。
った一つのチャンスを見事にものにしました。ミミ萩原見事でした。しかしまだ行こうとしている。さあ若い選手が今スケット、これは当然であります。チャンピオンを守りました。当たり前ですよね、試合は終わってますもんね。いやでもあのなんとかケイトっていう人はかなり乱暴です ね、はい、ね107キロの人は。しかしまあこれでまた松岡さん、はい、イコン試合になりそうですね。イコン試合に、ちょっと放送席の前に外人が来ました、はい、ウェンディも来てますんでね。ヒロミさん、ね、はい、言ってやってください。私何も言えません、はい、私何にも言えません、ね、得意な英語で、はい、いやおとなしく一つ控え室に控えられてもらいたいものであります。何を言うんですか、触らぬ神に祟り出す、ね、さあ改めてミミ萩原選手のこれから表彰であります。認定賞が授与されます。認定賞、ミミ萩原様、あなたは第2次女子協会主催のオールパシフィック第6代チャンピオンとしてオールパシフィック選手権を持っておりましたミミ萩原選手に今チャンピオンベルトが戻ってまいりました。改めて第9代のチャンピオンになったわけであります。ミミ萩原選手、今日は本当に古文奮闘をしめんとかよくやりました。一瞬のタイミングを逃しませんでした。ミミ見事にチャンピオンベルト奪回であります。もう本当にあの選手の、はい、今日 の、 あの試合 の、 あの結果から言っても本当価値のある、本当にそうですかね、はい、まあ、あの鈴木さんの前でね、今日はあのミミは最高の試合をしたんじゃないでしょうか。素晴らしいですね、今フジテレビ会を高田プロデューサーから受け取りましたミミ萩原選手であります。高田さんのなんかあの目にも涙が、そうですよね、はい、いや今日のミミはそれにしても松岡さんちょっと苦しかったことは苦しかったですね。でもよかったです、はい、いやおめでとうございましたね。本当にねこのチャンピオンベルトだけはどうしても奪回したいといつも言ってましたもんね。おめでとう、どうでした。嬉しいです本当に、ね、嬉しいです本当に、はい、ありがとうございます。君ね試合中なんか手をテーピングしたけどどうだったの。あの新しい外人が来た時、あのボディプレスみたいに来た時膝に乗っかって、はい、ミシってちょっと手がしびれちゃって、はい、今日はね鈴木ロミスさんも感激してますけども鈴木さん、はい、何かあの新チャンピオンに声をかけてあげてください。もう本当にもう指名書かというかね、あんだけの人数にね相手に本当によく頑張ってくれて本当にもうナイスファイトでした。あの素敵な試合を見せてもらってね、はい、大丈夫、はい、ね手本当によく頑張ったね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。オールパシフィック王者のミミ萩原がビューティーペア時代から活躍する実力者モンスターリッパーと一騎打ちをしたお宝映像が発掘された。ノンタイトルながらミミにとってはまさに試練のシングルマッチ。モンスターは巨大な壁となってミミの前に立ちはだかったのだ。ご覧ください、肩車に乗りまして、しかもミミ萩原、自分がもう一番好きと言っております衣装を着ての入場であります。何かこうして見てますとあの松岡紀子さんね、女子プロレスラーという感じはしませんですね。本当にね、はい、あの宝塚とかね、歌手 SKD とか、はい、あの歌劇団の女王様みたいで綺麗ですね。白い羽を広げて今ゆっくりと何かリングの上に舞い降りたといった感じであります。ミミ萩原、さあそうしてモンスターリッパーが登場してまいります。ご覧ください、モンスターリッパーの入場であります。何か今日は駆け狂っている感じ、大手を振ってね、大股で今リング上に駆け上がるような感じ、はい、モンスターリッパー登場いたしました。試合に先立ちまして巨人テレビの試合より両選手並びにデビュー花束の贈呈です。さてこれからリング上では花束の贈呈でありますが、実はミミ萩原選手の方に花束が届いたんですけども、モンスターリッパーはこの花をですね無残にも散らしてしまいました。実は今日は池袋サンシャイン劇場で7月7日から8月の7日まで1ヶ月にわたりまして、タッチというね、プロレスをテーマにしたミュージカルがあるんですけども、そのタッチに出演する皆さんが、退去してこのミミ萩原選手を応援に駆けつけております。ミミ萩原選手はこのタッチのファイティングディレクターでもあります。さあタッチのメンバーの前で今日はどういった試合を見せますか。華麗なファイトを展開してもらいたいミミ萩原選手であります。
モンスターリッパー1年ぶりの来日。タンジーというね、プロレスをテーマにしたミュージカルが、池袋サンシャイン劇場で ね7月の7日から始まるわけなんですけども、今日はそういったタンジーに出演する皆さんもミミ萩原選手にね、熱い眼差しを送ってますんで頑張ってもらいたいもんです ね、はい。あと久しぶりに来ましたら女性ファンがものすごく増えて嬉しいことですね、柴田さん、はい、いや、ミミ萩原選手に対してね、ミミコールが起こっている場内なんですけども、これが面白くありません。モンスターリッパー、さあ試合が始まりました。30分日本勝負、チャンピオンベルトは勝っておりませんが、ミミとそしてモンスターリッパーの対戦面白くなりました。さあまずミミの速攻であります。どうするか、おっとミミが逆に投げられてしまいました。エルボードロップ、これはなんとかかわした。一発くるともうねそのままという感じのミミ萩原であります。よくかわしました。試合が始まりました。頭突きであります。いやモンスターリッパー相変わらず豪快な技を連発しております。しかしミミも宮本さんね、今体調はですね全く自分でも不思議なぐらい悪いところがないと、そうですよね、言ってましたね。4月の大阪のね対抗戦からもうずっと好調ですからね、はい、本当ですね、ですから腕にもそして足にもサポーターが巻かれておりませんが、しかし相手はですね人間狂気モンスターリッパーであります。どういうことになりますか。すっ飛んでます、すっ飛んでます。まあとにかく森本さん、このモンスターリッパーはですね、はい、ジャッキー佐藤以来もうずっと日本のね、女子プロレスラーは泣かされてるんですよね。本当にすごいですね、はい、初めての実物を見てやっぱりすごいですね。これでね相当小さくなってるんですよ。ずいぶん痩せましたもんね。松岡さんそう見えますでしょ。お腹がすごく引っ込んで、はい、びっくりしました。あ、お腹引っ込んでるね。それ、すごかったですよ、うん、リアタルみたいでしたもん。そうだね、はい、120キロとご紹介したんですけども、あるいはそれ以上あったかも分かりません、まあ、今回は一応100キロということになってますけども、実際のところどのくらいあるんでしょうか。さあ、ミミ、大きなモンスターリッパーを投げ飛ばしました。こういった技は前のミミだったらできませんでした。今度はしかし痛烈なお返しであります。叩きつけられました。ミミの体がもうあれで壊れてしまいそうであります。モンスターリッパー、ここを先導、例によってラッファイト。モンスターリッパー攻めてます。ミミ危ない、ミミ危ない。放送席の前、ミミが徹底的にスタンピング蹴られてますね。あーっとモンスターリッパーが今放送席の前、あー今日はですねミミのお母さんがちょうどあの席で観戦中なんですよね。あれがモンスターリッパー、そのあたりの十分承知の上かねえ。ミミのお母さんがじっと見守っておりました。ちょうど一席あたりであります。ミミ萩原叩きつけられました。宮内潤さん、はい、ミミ萩原選手が登場してますけどもね、はい、まあとにかくあの華麗な華やかな登場ではあったんですけども、やはりあの格闘技レスリングということになりますとね、はい、いつまでも格好よくはできませんですよね。そうですね、はい、しかもあの、全然体力の差が大きいですからね、はいはい、そうなんですよ。しかしまあミミはそういった体力の差を今まであの気力 ね、はい、ね根性で、なんとか戦ってまいりました。そういった点では誰にも負けないミミなんですけどもね、しかし今日はちょっと相手が悪い。モンスターリッパーであります。とにかくこのカードは間違いだと、誰か他の人を回してくれと、堂々とコミッショナーにもね今日は言ったそうであります。モンスターリッパー、ミミなんか問題じゃないと、こういったところでしょう。しかしミミも負けてはおりません。あのミミなんか見てますとね、今日特別ゲストで放送席に座って、いただいている石原さんなんかでもね十分にあの縦三段というね、キャリアを生かして戦えそうな気がしませんですか。体力が違いますね。あ、いやいや体力じゃなくてね、これはもうあの根性の記録ですから、ね、そうですね、はい、頑張ってもらいたいですね。顔を真っ赤にしてねご覧になってますけども、女子プロレスラーもすごいでしょ。はい、ね、迫力ありますね、はい。
近はね、スポーツの各分野に女性の進出が目覚ましいんですけども、今日は競艇界のニュースターでありましてね、堂々男性に越して早くももう足を上げているという石原佳恵選手も放送席に座っていただいております。さあ、リング上萩原モンスターリッパーの対戦であります。まあ確かに前のモンスターリッパーでしたら、この重量だけでもですね、ある程度相手に、技をね仕掛け、さないというんでしょうか、もう圧倒するものがあったんですけども、今回はミンもなんとかあの技で攻めようというような感じが出てきてるようですね。まあそうなんですがね、はい、モンスターはね、まあ、今初めてブレンバスターやりますね、はい、今技らしい技初めて出したんですね。なるほど。だからもう力でね、ねじ伏せてやろうっていう感じで初め行ったみたいですよね。モンスターとしても力だけじゃなくてね、いろんな技を使う人ですから。そうですよね、まあ、この人の恐ろしさというのは、かつて、ジャガー横田の前の 3WL チャンピオンだったね、ジャッキーとの死闘がね、そうですよね、歴史に残ってますけども、本気を出したらもうこれ以上怖い選手はありません。最初は耳なんか問題じゃないと余裕を持って戦っておりますが、そろそろ技を出してまいりました。あいたの太い足のね、まあ、耳なんてね、はい、一吹きだとふーっとなんか息かけてね、そういうねジェスチャーしてましたね、はい、気持ちだったんでしょうけどもね。しかし最近の耳は先ほどもお伝えいたしましたように絶好調であります。やはりあの松岡さんね、はい、耳見てますと顔色がいいというかね。そうですね、生き生きしてますもんね、はい、自分でもですね、体調がいいんで、まあ、あの足が痛いとかね、手が痛いというのは強かったんですけども、内臓がね、悪い時はやはり相当苦しかったみたいですね。そうですね、すぐあの気持ち悪くなって戻しそうになるとか、ね、そうそう言ってらしたけど、何度かありましたもんね、みんな頑張ってもらいたいですね、はい、さあ、ご覧ください、ミミの素晴らしい技が炸裂しております。さあ、どうするか、たったこういった技はね危ないんですけども、カウントは2であります。カウント2、なんとか逃れました。モンスターリッパー、お腹にキック一発、思わずね体を曲げております。苦しそうな耳、萩原今度は体当たり、ボディアタックであります。カウンターになって入っております。耳コールが起こっている川崎市体育館、場内騒然としております。さあ、あっと3にこれを見せるんですけどもね、これは耳どうか、カウント危ない、あーしかしカウント2まで行きますね、森本さん、はい、先ほどからねもう食いるように見てますけども、はい、モンスターリッパーと耳、ここまでどういう風にご覧になってますか。いやーすごいですね、いやあのモンスターリッパーが昔そういうデクだったのは初めて聞いてびっくりしたんですけどね、はい、そうですか、いやースタンハンセンのリズムの取り方にそっくりなんですよね。なるほど、技のつなぎが、だからウェンディ・リヒターがね、はい、キングコングブロディになるのかなと思って、はい、今考えてたんですけど、なるほどね、ぜひあの2人を揃えて やらせてみたいですねあのデビル横田と、デビルじゃない、デビルとジャガー横田と並べて、はいはい、いや森本さんは、ね、男子のあのプロレスとっても、とっても詳しいんですけどもね、あスタンハンセンのね、いや男の方を見るとね、女のプロレスがよく分かりますね、そうですよね、面白さも、はい、さあ、あっと2人の関係あります。今佐藤選手がねちょっと力を貸しました。ようやく2人攻撃、場外で2人攻撃であります。やはりなかなか一人では大変ということもありましてね、ライオネス飛鳥選手が耳に手を貸しております。モンスターリッパー今場内に入ってまいりました。さあ、あっと4分サイドでなんか騒然としてまいりました。耳、そしてライオネス飛鳥2人攻撃であります。さあ、また2人攻撃、2人攻撃であります。2人攻撃でブレンバスター、さあどうでしょうか。また髪の毛を掴んだ、あっとライオネス飛鳥選手が入って、今度ワックドロップに持っていった、あこれは効いてますね、これは効いている。そして海が今トップロープに上がろうとしております。さあ、モンスターリッパー大ピンチであります。このままいったっと、フライングねボディープレスなんですけども、これはちょっとモンスターリッパーには通用しそうにありません。エルボーで一発背中、さあ髪の毛を持ってやりきり打ったモンスターリッパー、どうするか、体当たりであります。何かの大して動いちゃないんです、いないんですけどもね、一発で突っ飛んでしまいました。まあ、アスカが入ってね、これだけ2人がかりでね、はい、3発攻めたんですけどね、ダメですね、やっぱりもうモンスターはやっぱり人間離れしてますね、はい、まさにモンスターですね、100キロの怪物モンスター、あーっとバックブリーカーに持っていきました。耳大丈夫でしょうか。高々と抱え上げたバックブリーカー、もう一発いくか、ご覧ください、軽々たきつけました。
ま叩きつけましたね。そして上からいった耳ピンチだ。危ない、動けない、動けない。とうとうカウント3が入ってしまいました。監督の勝利であります。萩原監督の勝利であります。いやいや、スターリッパー耳萩原ね、今日はハンジーの、ね、メンバーの前でいいところを見せたかった。耳萩原選手でありますが、会場の大耳コールを受け奮闘した耳は、助っ人のライオネスアスカとツープラトン攻撃で応戦したが、モンスターのパワーには完敗。文字通り圧勝したモンスターは 3WA 世界のベルトに照準を絞った。耳はオールパシフィック王座獲得以来初のフォール負けを喫したのだった。白い衣装でミニ萩原選手が花道から登場してまいります。安美市体育館であります。そして今日の相手はウェンディ・リヒターであります。実は今日ミニ萩原選手が歌を歌う前に、私がリングに上がって、選手を紹介しておりますと、外人組がもう異常な興奮ぶりでございます。どうしてミミだけこんなに、紹介するのかと、そういった抗議を私にしておりました。とにかくウェンディ・リヒターは興奮気味でございます。ちょっと心配なんですがね、果たしてどう